はい、こんばんは、たからです。さすがに今日は少し動き鈍いですかね。まあ連日すごい動いてますからね、まあこんな日があっても仕方がないかなとは思いますけども、ただし動きがないといっても普段よりも全然動いてますんでね、このボラにやられてしまわないように、もうその点だけ十分注意はしてもらいたいなと思います。今日はあまり方向感出てないですから、今日の動きさらっと見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に日足を重ねています。ドルは去年のこの最高値をブレイクしてきた上昇トレンドに対して現在は調整の動きですね。現在レンジ相場になっていますけども高値圏なんですよね。現在地の確認、これ十分注意はしたいところですね。まあ強いのは強いんですけども、レンジ高値ということで、まあ抜けるにしてもそれなりの抵抗はすごく出やすい場所です。ただ昨日までは強い上昇トレンドが続いてたんですよね。ですから僕ならまずはこちらを優先して見ていきます。高値更新を意識して値動きを見ていきますね。ただし上値が重いとかそういった状況になった際にも、今の現在地レンジの高値圏ということをしっかり思い出したいですよね。今日の動きなんですけども、高値更新してないんですよね。さらに売りの方も少し強く出てきています。レンジの高値で売りが出てきたということになりますんで、まだ半分残ってますけどもね、この状況を見る限り少し上値が重い、抵抗に合っている状況というのが見えてきますんで、特にこの上の方でのロングなんかは気をつけたいですね。上昇トレンド今ありますから、まずはサポート探しで僕なら見ていくと思います。ドルは強い環境はありますけども、今はレンジになっていて現在地レンジの高値圏、ブレイクしていれば話も変わってきますけども、ブレイクしてないですからね、この環境に対しての警戒心というのはこれは常に持っておきたいですね。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。動きすごく鈍いのは鈍いですね。昨日がもう動きすぎなのかもしれませんけども、少し一服の動きにはなってはいます。少しごちゃごちゃした動きになっていますけども、今日だけの動きを見て方向感を探っていくというのはこれはなかなか難しいんじゃないですかね。ただまあこの動きでも、例えばドル円なんかを見ていくと、今日すでに高安で1円動いてるんです。しかも何往復もしてるんですよね。すごくボラが大きいです。今もそういった相場というのをちゃんと理解していく必要はありますね。すごくボラが大きな相場です。普段よりはロットサイズを落として、値幅に余裕を持たして値動きをしっかり見ていくのが大事になってくるとは思います。今日の動きで見ていけるポイントというのはかなり少ないんですけども、ただまあこのポンドですかね、昨日も結構売りが出ているんですけども、このポンドいい流れではあったんですけども、完全にまあチャートの方を潰された形が見えています。少しチャートに弱さが見えてるんですよね。今日もポンド弱いということで、まあ、今日の動きなんか大した動きではないですけども、このポンドというのはちょっと警戒心持って見てはいますけどもね。そしてまあ同じようにこの5ドル、この5ドルは強いですね。まあ、今日なんかも買いは入ってないですけども、今までが相当強かったですからね、多少売りが出てきてもおかしくない状況ではあると思うんですけども、今日の赤も調整の動きだと思うんですけどね、売りが入ってこないんですよね。こういった状況をしばらく続けば再度買いが入ってくるかもしれません。みんな円にね、今なんかは注目していると思いますけども、この5ドルの強さというところもね、忘れず見てはいきたいですね。あとは少し難しい環境なのは、ドルはレンジの高値で値動き止まってますからね、調整の動き。円なんかも昨日のこの買い戻しによって調整の動きが見えてますから、少し流れがつかみにくいです。そしてこのユーロですね、夕方に入って買いが入ってきてますけども、これも状況ちょっとよくわからなくなってきましたね。ユーロ僕は弱いと見てたんですけども、このように買いが入ってくるんであれば目線の方を変えていくことになるかもしれません。これはもうユーロドルあたりのチャートを見た方がわかりやすいと思いますね。この買いの正体というのをしっかり見ていくべきだと思いますね。今日は今のところこの調整の動きが色濃く出ています。調整とは言ってもそれなりのボラというのはありますから、十分注意はしないといけない値動きだと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足日足を重ねています。まずは今日の動きですけどね、やっぱり上値少し重く感じますけども、いかがですかね。昨日の動きなんですけども、かなりの強い円売り、すごい上昇になってましたね。これ3円上げてるんですけども、ただ気になるのがこの上髭部分ですね。後半になってから売りの方も相当強く出ています。そもそも今のこの上昇トレンドがこの下から上まで10円上げてるんですよね。もし調整の動きになってくるんであれば、この10円上昇した上昇に対しての調整の動きを見ていくことになります。これはもう当たり前の話ではありますけども、普段であれば10ポイント20ポイントそういった調整のレンジというのを見ていくこともありますけども、今回はそういったレンジではもう測れないと思うんですよね。もともと大きな調整局面という形を見ていくことになると思うんですよね。あとは僕はこの調整はレンジを最初疑うんですけども、レンジということは高安が見えてくるはずなんですけども、この高安というのもピンポイントで見ていけるようなレートというのは出てこないかもしれません。
これも当たり前といえば当たり前ですかね。これだけ大きく動いた相場です。少し行き過ぎたりというのはあって当然ですから、抵抗体を見つけるといってもすぐにバチンと見つかるかというとそれは難しいように思うんですね。もちろんはっきり流れが見えてくるには時間もかかります。ただそれを待ってるわけにもいかないですから、ある程度この短期足で測っていくことになりますけども、今日上値が重いわけですね。昨日も上値が重かった。なんならこれ金曜日の高値更新してないですかね。このあたり上値が重いです。ということはもしかしたらまあこれぐらいのサイズの調整局面は今後出てくるかもですね。このあたり全体的な高値圏になる可能性、今の現在地が高いのか安いのか、こういったのをしっかり把握していくというのはすごく大事だと思います。そしてまあ高値圏なんであればコロアロングは気をつけたいところ。ただ昨日の事実としてはブレイクしているというのも、これも事実としてありますから、ロングを見ていくというのも悪い選択肢では僕はないとは思ってはいます。ただまあ買っていくんであれば近くにちゃんとサポートは置かないといけないですね。もし仮に波の反転が起こったとすれば、すごく嫌な位置でロングが捕まってしまうような状況というのが起こり得る、そんな場所だとは思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期的に見ていけば上昇トレンドが見えていて、今は調整局面ですかね、少し押しが入っていますけども、若干このあたりにサポートも見えているんですかね。これが123円のサマラあたり、サポート見えてくれば上昇トレンド見えてますからね。押し目買いというのもこれ悪くなさそうですよね。ただ短期足を見ていくとこのような下落トレンドも見えてくるわけで、もしこれ下の方に割ってしまったらどうですかね。青い波がはっきり見えることになりますから、波の反転見ていくにもどうしても時間はかかってきます。細かいところ見ていけばこれ高値を切り下げてる形になっていますから、こういったのもちょっと気になるところ。あとはこのボラにも要注意ですね。この横に緑のライン引いてますけどもね、これ1円幅ですからね。今日のこの調整ほとんど動きないように見えますけども、これでも1円動いています。普段と同じような感覚、寝頃感でトレードをしてしまうとも全く今の環境はもうついていけないと思いますんでね、その点十分注意はしてもらいたいなと思います。僕はまだこの赤い上昇トレンドも見たりもしてますけどもね、ただこの今見えてる下のサポート123円のサマラあたり、このサポートを割り込んでしまうとちょっと買っていくのも難しい状況は見えてくるかも。青いここの下落トレンドですね、これを見ていくことになるかもしれませんね。そしてこの青い波が崩れる場所というのはこの2番の戻りの高値、これを抜けてくると青い下落トレンド崩れて再度上昇も見えてくるかもしれません。これは今日の高値にもなりますからね。ですからまあポイントとしては今日の日足の高安、これちょっと大事になってくるんじゃないかなと。強い流れを見ていこうと思えば今日の日足安値、もうこれは割りたくないですね。逆にまあショート目線調整の動きを強く見ていこうと思うんであれば、今日の高値このあたりバックにショート見ていくのが少し面白いかなと思います。高値が124円を少し超えたところ、サポートが123円の30あたり、今日の日足の高安、このあたりに注目しながら値動き見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロドル1時間足に日足を重ねています。強弱チャートでも触れましたけど、今日ユーロに買いが入ってきてるんですよね。今日のこの動きすごく大事だと思います。ポイントはまあ大きな環境、この下落トレンドに対しての調整局面、今の現在地っていうのがすごく問題で、まあレンジの高値付近なんですよね。ですから僕はもうこの位置高値圏だと思っていましたんで、ここ最近ドルも強かったですからね、売りの流れを強く意識してたんですよね。レンジの上から下までの売りの流れ、ただこれ先週からになりますけどもね、特にこの 1.10 これ割れてからのサポートの強さがすごいんですよね。何回もこれ下を試すんですけども、なかなかこう抜けていかない。この間ドルも強かったですからね、まあ、決してこの売り圧力これが弱かったわけではないんですけども、それでもなかなか下がっていかない。じゃあ買いが入ってくるかというとそういうわけでもないんですよね。上の方を見ていくとなかなかこれ上値も重いんですよね。高値を切り下げる動きになっています。ですからまあこういった三角持ち合いで見てた方も中にはいらっしゃるんじゃないですかね。結果的に今日買いが入ってきていますから、こうなるともショート勢は苦しいですよね。この調整の戻り、そういった流れが見えてきてますから、この動きにあまりショートで付き合いたくはないです。レンジの高値これまだ抜けてないですからね。ですからこの辺りで流れは止まりそう、攻防はすごく出やすそうな場所は近くにありますけども、ただまあこの辺りの動きを意識してショートをしてしまっていると、この高値の攻防これ見ていくのなかなかこれ苦労ありそうですからね。今のこの状況でショートを見ていくのはちょっと苦しくなりましたね。まずはこの高値の攻防、この決着を見て再度ショートを見ていく場所を探っていくことになりそうです。ではその間はロングを見ていくのか、まあそれも悪くはないと思うんですけども、ただレンジからは抜けていません。この現在地レンジの高値圏ですからね、まあロングは慎重にはなってしまいますね。この辺りがまあ環境の難しさ、今のこのユーロドルの難しさという部分だと思いますね。もうよくわからなければ僕はもう様子見でもいいと思います。
僕自身もね、このユーロドル、ショートを見ていくタイミングを探っていたんですけども、今日の動きによっても一旦はリセットですかね。改めて少し様子を見ていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。この線というのはどのチャートを見ても、まあ、基本的には同じようなチャートです。昨日かなりこの上髭の部分、これが気になるところですね。上値が重い。ただ今日買いが入ってきてるんですよね。ただ今日の値動きの背景、まあ、若干の円の弱さはありますけども、これユーロの強さ、もうこれがすごく大きいです。ですから、まあ、昨日までは環境すごく似てるんですけどもね、今日の動きに関しては黒線、これ通貨によってだいぶ景色は違います。ですから、まあ、今日の上昇、例えばこの上昇ロングで見ていこうと思うんであれば、ユーロに継続した買いが入ってくることを意識しないといけないと思うんですね。今日はユーロが強くて上がっています。まあ、実際ユーロが強くてね、今後上がっていくかもしれませんけど、ただ僕はそこまで今まだこのユーロを信頼しないんですよね。あくまでまあ調整の動きの一つに過ぎないかなと思ってますんで、そうなるとこのユーロのロングで見ていくのは少し警戒心持ってしまいます。昨日の動き見ても上値が重いのは明らかですからね。少しこの円の調整の動きなんかも意識はしたいところです。チャートの方見ていけばね、今日も日足は高値更新ですからね、いい流れだと思います。まあ日足の環境を元に見ていくんならば、今日も高値更新を見ていくと、実際高値も更新しているわけですから、積極的にロングを見ていくような環境だとは思いますけども、僕はそこは一歩二歩引いてそばの方を見てはいきたいですかね。少なくとも買っていくにしても、こういった高値圏でロングはしたくはないですね。であればショートはどうでしょうかということになりますけども、今は高値更新してきてるわけですからね、まあ、ショートはよりないと思います。ということはまあ手が出せないですね。僕はもう様子になってしまうと思いますね。まあ、ユーロの動向というのはね、じっくり見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがポンドドル、1時間足に日足を重ねています。ポンドドルは昨日のこの日足ですね、もうこの動きによってまあチャートの崩れを見ています。下落トレンドを見ていて、この戻りの高値を抜けてきた、まあ、先週の動きですね、この上昇、ここをポイントとして見ています。これを僕はブレイクと見たんですね。ですからまあこういった上昇トレンドを短期的に見ていたわけですけども、ただ昨日の動きなんですけども、これ押し足で割ってるんですね。青い波は崩されてしまいました。ということで、まあ、新たにこの高値からの売りのトレンド、こういったのも見えてくることになりますけども、この売りが見えたことによって再度見えてきた流れが一つあります。それがこの赤い下落トレンドですね。これ戻りの高値をここで抜けたから、この赤い下落トレンド一旦は崩れたと見たんですけども、これが行ってこいで潰されたと、再度売りの流れを見ていくということになってくるんであれば、この赤い下落トレンドも再度見えてきます。高値を試して抜けなかったから戻り売りが入ったと見る向き、こういったのもまた新たに出てくると思うんですね。緑の下落トレンドも見えています。赤い下落トレンドも見えています。青い上昇トレンドは崩された。こうなってくると目線としてはもうショートになってしまうと思いますね。最初の目標は直近安値、これが 1.30 ですかね。このあたりに向けた下落の流れ、ショート目線で見ていくんならば 1.32 ですか、ここをバックにショートを見ていくことにもなりそうです。これ抜けてくるとまた話変わってきそうですからね、一旦はここをバックということにはなってきますね。ただ今の現在地、これすごく中途半端ですかね。この緑の波意識していけば、今日流れが止まってますからね、多少調整の戻りなんかもあるかもしれません。この 1.31、 この切り板あたりの攻防にもなっているんですかね。多少の調整の戻りなんかも警戒しながら、この打っていく場所を探っていくことになりそうです。目線ショートではありますけども、このような攻防が出やすい場所で、まあ、わざわざポジる必要はないと思いますんでね、しっかりこの売る場所は厳選して見てはいきたいですね。まあ、このような形でこの高値チャレンジは失敗という、まあ、一つの決着は僕はもうついたように思いますんでね、再度この 1.32、 これをブレイクしてくるまではこのポンドの弱さという部分、ここに注目はしていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらがポンド円、1時間足に日足を重ねています。まあ、クロス円ということで、まあ、すごい強い上昇にはなってますね。これ高安で見ていけば14円ほどですか、まあ、相当大きな上昇になってますけども、ただ昨日このあたり上値が重いんですよね。まあ、今日も高値更新してないですから上値が重いですね。金曜なんかもこれその前の日の高値更新してないですから、少しやっぱりこのあたり若干上値の重さ感じるんですけども、どうですかね。ただ大きな売りが入っていないのもこれも事実です。まあ、それだけチャートは強いわけですからね、まっすぐにバーンと大きな売りが入ってくるというのはなかなか難しいんじゃないですかね。ということで、まあ、流れが止まってくれば今度は調整局面ということで、まあ、上下の壁探しを僕はやってはいきたいんですけども、ただまあ14円上げた上昇トレンドです。ピンポイントでこのレートというのを見ていくというのはなかなかこれやっぱり難しいと思いますね。少し行き過ぎたりとか、そういった動きはもう当然出てきやすいと思います。
ただ具体的な抵抗体というのを見ていこうと思えば、これも時間が必要ですからね。その間は短期して、まあ、デジサポーサーをっていうことになります。ですからやっぱりこの調整局面ってどうしてもやっぱり難しくなってきますよね。もうこの辺りはもうひたすらとりあえず円を打っておけばよかったわけですよね。とにかくロングでよかったわけですけども、今回からはもうそうはいかない。ロングしていくにしても神経は使いますし、まあショートなんかも面白くなってきたと思いますけどね。ただまあすんなりはやっぱり下がっていかないと思いますから、これもやっぱり打っていくにしても打っていく場所はすごく大事になってくると思います。さらにはこのボラも難しいですね。今これ枠で囲っているこのボラ、これ幅にすると4円近いですかね。今日なんかもこれ全然動いてないように見えますけども、それでも上下で見ていけば1円以上動いてますからね。このボラにも対処はしていかないといけない。ですから今のこの相場環境、前のめりになってしまうとあまりうまくいかないように思うんですよね。しっかり自分のポイントまで引きつけるのがすごく大事になってくるんじゃないですかね。僕としてはまあ特にこのポンドに関しては、このポンド自体の弱さというのも少し目立ってきてますんでね、この上値の重さ、まあ、特に162円より上あたりですかね、このあたりは少し上値が重いなと感じますんで、まあ、ようやくですかね、少しショートを狙っていけるような状況にもなりつつあるのかなという気はしますけどね。ただまあ何度も言いますが、今のこの相場やっぱり強いんですよね。下がれば買いも入りやすい、そういった状況というのはあると思いますから、売っていくにしても売っていく場所は問題になってくると思います。個人的にはこれ162円、まあ、昨日の高値ですかね、この辺りをバックにショートを意識して見ていこうかと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。昨日のこの行ってこいの部分に関してはもう上値が重いと見ていますけども、問題は今日ですかね。今日もこれ162円、何度かこれ高値伺ったんですけども、やっぱり上値が重い状況というのは見えているように思いますので、この辺りバックに一旦はショート見ていくのは悪くないんじゃないですかね。ただこれすごく小さな値幅に見えますけども、これでも1円ほどありますからね。上値が重いから例えばここでショートを見ていくと、高値ブレイクしたら一旦投げようと考えたとしても、これ高値ブレイクを確認してしまうとこれ1円の含み損です。まあ、決してねこの辺りからのショート悪くもないと思うんですよね。売りの方が入ってくれば波の起点までを目指した下落というのも見えてきますんでね、売りなんかも出てきてもおかしくないとは思いますけども、ちょっとリスクが大きいですかね。もう少ししっかり引きつけるか、もしくはポジションサイズを落として値幅に余裕を持たせるか、そういった対処はもうどうしてもこのポンド円、今のボラすごく大きいですからね、必要になってくると思います。今までの感覚でトレードをしてしまうと、この上下の動きに振らされてしまう、やられてしまうということになってしまうと思いますんで、今のこのポンド円を触っていくんであれば、その点だけも要注意ですね。今のポンド円はまあ高値圏での値動きになりつつあるかなと、この高値圏っていうのがある程度分かってきたように思いますんでね、まあ、目線としても若干ショートで見てはいきたいですかね。ポンドの弱さというのもありますから、ショートをしていく場所を僕は探っていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。5ドルはもうちょっと動きがないですね。高値圏でレンジになっています。足場を作っていますから、下から買っていくというのは悪くはなかったと思うんですね。ただ今も反発もしてきてますんで、この位置からやれることはもう少ないんじゃないですかね。チャートは高値を抜けている上昇トレンドです。目線としてはやっぱりロングになってしまいますから、買い場探し。高値圏に近づいてきている今のこの現状ではもう本当にやれることがない。買っていくんであれば下から拾っていくか、もしくはしっかりブレイクを確認してロングを見ていくかということになってくると思いますから、今日も朝方に押しが入って反発してきている状況ですからね、改めてまあロングしていくんであれば下に引きつけるところから見ていかないといけないと思いますね。目線としても全然ロングですね。ただまあドルすごく今強くなってきてましたからね、崩れてもおかしくなかったと思うんですけども、崩れていないということは、まあそれだけ5ドルが強いんですね。この強い5ドル、もうこれはしっかり見てはいきたいと思います。はい、変わりまして、こちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。クロス円ということで、まあ、すごい上昇になっていますけども、昨日のこの上値の重さですね、あとは今日もこれ少し上値が重くなってきています。金曜日なんかもこれ高値更新してないですから、上値が重いということで、まあ、このあたり若干の上値の重さはあるように思います。強い上昇に対しての調整の流れがもしかしたらこのあたりで見えてくるかもなと。本当はもう少しこの具体的なレートというのを絞りたいんですけどね。ただまあ大きなトレンドも出た後ですから、少し行き過ぎた動き、まあ昨日なんかもそうだと思いますけどね、こういった行き過ぎた動きというのも当然出てきやすい。はっきりポイントを絞っていくにはもう少しどうしても時間はかかってくると思いますから、その間は短期の動きを追っていくしかないですかね。ただまあ高いか安いかと言われれば、このあたりまあ若干高値圏の感じはもう出てきてますんで、高値圏でのロングは気をつけたいですね。ではショート目線はどうですかね。まあ悪くはないように思うんですけども、ただ5ドルがなかなかこう強い状況で、
仮にまあ円の方に買い戻し、円高が起こったとしてもこの5ドルが強いままだとこれ強い通貨同士のペアですからね、まあ、動かないということも十分ありえそう。忘れないようにしたいのは今のこの5ドル、これ本当にすごく強いんですよね。この5ドルを売っていくかどうかは慎重に判断をしてもいいんじゃないかと思います。まあ、正直僕はこの5ドルを売っていくというのは少し警戒はしてしまいますね。円高を見ていくんだらばより弱い通貨は他にあるんじゃないかと思えてきます。まあ、今日なんかの環境を見ていけばポンドあたりはその候補にもなってきそうですからね、このあたりで通貨選択ということになってくると思いますけども、5ドルはすごく強いんです。そしてまだ波の反転などは起こってはいません。この5ドルの強さは忘れず見ておきたいと思います。ということは今のこの相場環境もね、高値圏ではあると思いますからロングは慎重にはなってしまいますけども、それでも買い場探し、これは変わらず見ていくことになるんじゃないかなと思います。5ドル円はこの上を意識していくんではなくて下を意識したいですね。サポートがどこにあるかというのをしっかり探っていきたいと思います。はい、ということでまずは円の動きですけども、少し上値が重い状況、ようやくですかね、ようやく少し見えてきたように思います。特にポンド円なんかはすごく上値が重い状況見えてきたように思いますけどもね、ただまあすぐに波の反転が起こらないのが難しいところですね。どうしても波の反転にはそれなりに時間というのはかかります。だから僕はもういつもね、これバチンとショートを見ていく必要はないというふうにいつも言うんですよね。じっくりこの上値の重さが確認してからショートを見ていても十分間に合うと思いますんで、そこは焦らず見ていきたいとは思います。まあ、特にこのポンドの弱さは少し目立ってきてますんでね、ショートをしていくんだらば胃の一番にこのポンド円は注目はしていこうかとは思います。あとはドル円もそうですよね。ドルが強い状況というのがありましたから、まあ、強い流れも見えてはいましたけども、ただドルもちょっと上値が重い状況、レンジの高値ですから抜けてくればわからないですけども、ドルも上値が重くなったということになってくると、これ円もドルも調整の動きになってきますからね、このドル円も調整の動きは目立って出てくるかもしれません。かなりボラがありますからね、すごく分かりにくい動き、まあ、冷やしを見ていくと高値更新もしてますからね、すごく強い流れではあるんですけども、ただやっぱり上値が重いという状況、これはもうある程度見えてきていると思います。あとはどこで売りが入ってくるかとか、あとは買い戻しもやっぱり入りやすい状況ですからね、どこで売っていくのかとか、まあ、今日の動きを見ても調整の動き少し目立ってきてますんでね、慌てずにこの調整の流れを見極めたいと思います。今回は以上になります。それでは今夜も頑張っていきましょう。